では、このトレーニングの注意点について説明していきます。まずは腕立て姿勢を作ったところから、両足を手の横にジャンプして持っていきます。で、この位置で、しっかりとバランスを取りながら、手を上に上げていきます。この時に大事なのは、お尻をしっかり下げておくこと、そして、胸を張るっていう動作がとても大事になります。そして、腕立ての姿勢のところからジャンプしていくときに、しっかりと、ジャンプしたときに手の横に足が来ること。そして、膝が、この姿勢を作ったときに、内側に入ってしまっていたり、足が開きすぎてしまって、しゃがむ姿勢を取れないっていうことがないように、しっかりとジャンプしたときに、手の横に持ってきていただいて、しゃがんだ姿勢を作ってから手を上げるようにしていきましょう。そして手は真上にしっかり上がるように意識して行っていきましょう。